こんばんは。今帰ってきた感すげえ。そうなんすよ。今日はね、配信ねしてなかったからね、毎日配信が途切れないように急いで帰ってきました。めっちゃセーフじゃない？めちゃめちゃセーフじゃないですか。こんばんは。ちょっとね、リップとかも塗ってないから、今日はちょっとマスクのままで申し訳ないんですけど、帽子にマスクのままで申し訳ないんですけど、すいません。こんばんは。レインボースターありがとうございます。暑い。今日はね、おしゃべり会ありがとうございました。めっちゃ楽しかった、本当に。バラありがとうございます。ちょっと楽しかった。これはこれで新鮮、本当。なかなかマスクに帽子で配信することないから。可愛いし、ギャル感。え？マスクに帽子でギャル感あります？嘘。そんなことないよ、全然。久しぶりのおしゃべり会最高でしたね。え、本当に楽しかった。久しぶりのおしゃべり会めっちゃ楽しかった、本当に。こんばんは。楽しかったな、おしゃべり会。え、マジで楽しかった。なんか超久、まあそうだよね、超久しぶりで。はじめましての方もね、たくさん来てくださって嬉しかったです。楽しかった。ハートありがとうございます。キラキラありがとうございます。昼配信してないこと忘れてるんじゃないかと、さすがに。さすがに分かってます。だからもう超早くっていうか、めちゃめちゃ。でも毎日配信は途切れないっていう体で帰ってきた。本当にギリギリだったけど、本当にギリギリになったけど、そう、こんばんは。よかったです、途切れなくって。こんばんは。
おしゃべり会後のお仕事頑張れた。うわー、嬉しい。お疲れ様です。嬉しい。サイリウムありがとうございます。自信はあったのね。そう、自信はありました自信はありました。うん、はい、スイカありがとうございます。うん、こんばんは。その帽子とかマスクとか外した方がいいと思うよ。出かけるときの格好はあんまり見せない方が。いや大丈夫ですよ、全然。出かけるときの格好常にみんなに見してるしね、メールで大丈夫です、全然。それはだって普通だじゃない。帽子にマスクかけてる人たくさんいるよ。ハートありがとうございます。ご心配ありがとうございます大丈夫です、さすがに。ハートありがとうございます。うんうん、今日はいいお菓子あった。今日はハッピーターンがありました。最高よね、ハッピーターンと。なんかチョコ、甘いチョコレートあった。そう、今日は寝れそう？寝れなそうしかもちょっともう本当にやばい、頭がパンクしそうなぐらいちょっとやばいんですよ今。本当に寝れなそうです。緑の帽子じゃないよ、黒です。緑の帽子じゃないよ、さすがにそんな目立った帽子かぶってないよ。黒です、黒緑に見えるかな、見えるか、光の加減で話するのめっちゃ緊張した。本当？ひなもでもちょっと今日緊張してたそう、ハートありがとうございます。だるまありがとう。キラキラありがとうございます。画面だと黒に見える？あ、緑に見える？真っ黒だよこの帽子。あの、こないだのおしゃべり会でつけてたやつだよ。緑に見える、怖めの錯覚。嘘でしょ、ほら黒です。緑に見える。あ、今ちょっとこうやったら黒に見えたかも。あ、ほらほら黒です。あ、緑になったあれかもね、なんか光の加減で緑に見えるかも。え、ほんとだ、確かにちょっと緑に見えるかもしれない。え、確かに黒に見えないかもしれない。真っ黒ですよ、ほら。え、確かに緑に見えるかも。すごい、目の錯覚、錯覚っていうの、こういうの、なんていうの、光の加減だねあ、ほら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 、すごい、確かに緑に見えるかも。真っ黒です、真っ黒。
バラありがとうございます。思ったよりも黒だ、うん、真っ黒ですこれ。えっ、確かに本当だね。ハートありがとうございます。よし、キャップ似合うよね。本当？嬉しい、めっちゃ嬉しい。帽子さ、帽子似合う人いいですよね。帽子似合う人いい。ありがとうございます。マスクしてでもお顔が強い、優しい。そんなそんなことないよ。いやもうね、目がチンチクリンだからね、マスクするとなんかより目がチンチクリンなのバレちゃう。こんばんは。もうめっちゃメイク崩れて、見て、なんかアイラインがもうここないんだけど。怖い。怖い、ほんとに。もうなんか笑いすぎて、ここのアイラインがない。怖。怖すぎ。ヤヒがマスクして配信すること珍しい。そうかもね。今ね、唇に色がないからね、マスク外したくない。そう。明るさでダークグリーンっぽく映るのおもろい。なんか、やっぱでも、緑に見えるんかな。なんでだろう。ビビった。なんか今物が勝手に動いたんだけど、怖。最近なんかひな、怖いことがたくさんあるんですよ、身の回りに。だからなんか最近ひな取り憑かれてるかもって思ってる。こんにちは。やめて、本当に怖いね。なんでそういうこと言った瞬間にこうなるの？ひな、最近身の回りに心霊現象多いんですよって今話した瞬間に画面がこうなった。ね、ほんとにやだ。え？ねえ、助けて。え、なんかしかも画面が暗くなる。ねえねえ。しかも画面がなんか暗くなるんだけど。ひなだけ？みんなの画面今暗くならなかった？怖いよ。怖い、もういいや、このままで。怖いからもう。怖い。え、ねえ、みんな見えてる？今、ひなの配信。止まってる？嘘でしょ？あ、見えてる？よかった、大好き。ありがとう。もう本当に。え、やだやだやだ。待って、ひなだけ？画面がさっきから暗くなるんだけど。え、怖い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 。ねえねえ、え、ねえ、待って、怖い。ねえ、お願い。毎日配信達成の、やつ出てきて。あ、来た来た来た、やったー。もうこれで人何も怖くない。もうこれで何も怖くない。ナイス。もうひなこれで生きていける。よかった。え、でもとりあえずなんで心霊現象起きてるかが怖いんだけど。
信頼現象起きてるんだけど。ねえ、怖い。まあいいや、もう15分経過したから、もう勝手にしてくれ、お化け。もうお化けに何を邪魔されても、ひなはもう毎日配信達成したから何も怖くない。もういいよ、どんなに心霊現象が起こってもひなはもう許す。怖っ、今めっちゃ怖かった。誰もいない部屋で物音がして怖かったから、最近ひなちょっと心霊現象多いんですよねって言った瞬間に画面が横になり、わー横になったって怖がってたら画面が何度も真っ暗になった。イエーイ。でももう毎日配信テロップ出たから最高。はい、ではランキング読んでいきたいと思います。マジで怖いんだけど、本当にお化けに勝った。お化けに勝ちました。え、どうやってランキング読むの？え、ランキングの読み方わかんないんだけど。あった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 。いきます。13位つるさん、12位ひろゆきさん、11位ましおさん、10位わーくんさん、9位ジャビさん、8位うっちーさん、7位のぞみさん、6位ゆうたさん、5位カブさん、4位ティンバレラさん、3位ヤッキーさん、2位アンドゥさん、1位ケンワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、ゆびじゅい、ありがとうございました。皆さん、なんか本当に今日の配信はグダ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 ゲリラですいません。もうとりあえず毎日配信大丈夫でした。あ、明日の配信見たら来てください。え、なんか画面真っ暗になるんだけど、怖い。ほんとやめて。え、ずっと心霊現象続いてるんだけど。おやすみなさい、みんな。明日、また明日。おやすみー。え？なんで？まだ10時じゃないのに、12時じゃないのに。なんか、バグってる。助けて。明日の配信は後でお知らせします。おやすみなさい。え？なんで画面がこんなに。おやすみー。